5月14日と15日の2日間、吉間パーキングエリアで瀬戸内島旅フェス2022が開催されました。このイベントは瀬戸内の島々の魅力を内外に発信するとともに、吉間パーキングエリアを交流の場、楽しみの場、学びの場として活用してもらおうと、本州四国連絡高速道路が企画しました。また今回は島々と出会って学ぶ SDGs がテーマとなっています。志涌諸島の皆さんや高校生、瀬戸内美術館ネットワークに所属する美術館などがブースを出展し、名産品やワークショップで来場者を楽しませていました。ワークショップを行っているんですけど、この幸せを呼ぶと言われている揚げ巻き結びっていうのを体験できるっていう感じになってます。だいぶ準備してきて、このお土産とかも私たちがたくさん手作りで一つずつ作ってます。島の良さとか、やっぱ島に訪れてほしいっていうのが大きいですね。羊島さんの何をご紹介されるんですか？塩わかめと干したわかめです。これは島のことを知ってもらったりするいい機会だと思うのでいいと思います。特に羊島だとどういうところを知ってほしいですか？そうですね、普通の人はなかなか来られないんですけど、自然だったりそういうのを、橋も近いですから見てもらったらとてもいいと思います。はい、本日は無料で、塗り絵の体験ができるワークショップさせてもらってます。最近コロナ禍であんまり美術館のご来館とかも減ってしまっている中でなんですけど、こうやって猪熊さんの作品を知ってもらえるいいきっかけになって、で町おこしみたいなのもできて良いなって思います。岡山の倉敷市から来ました。あんまりイベントとかなかったんで、なんか参加してきて貴重な時間をいただいてありがたいなと思います、やっぱり外に子供とか出ていろいろ体験してもらいたいなというのが思うんで、はい、非常にいいと思います。取材した15日にはメインステージに坂出市から鴨川福神太鼓保存会の皆さんが出演し、勇壮な和太鼓の音色を響かせていました。福神太鼓としてもものすごく久しぶりの出番だったんで、緊張しました。そうですね、やっぱり坂出市でいうと吉間っていうのは結構大きな島ですし、こういうイベントとかにものすごく向いてると思うの でそういう舞台で演奏できてものすごく良かったと思います。車が少ないんですけども、瀬戸大橋はちょっと逆で、その他にも瀬戸大橋を支えるアンカレージ内部の見学会やクルージングを楽しめる吉間発島旅クルーズなど、瀬戸内の魅力を存分に楽しめるイベントとなっていました。道路に比べるとトラックの割合が大きい。もともとは5ミリの棒がこの六角形の中に127本入ってます。127本、これを工場で作ってきます。127本入ったやつを、この127本市高速では今後も季節ごとにテーマを変え、魅力発信のイベントを開催していきたいとしています。